東北関東大震災が起きてから1週間が経ちました地震直後の3月13日にえ現在危機的な状況にある福島第一原子力発電所のある福島県の双葉町にビジュアルジャーナリスト協会のメンバーが入りましたえ今日は東京に戻ったばかりのト豊田直美さんとそして森泉隆さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いします えとあの2人、えー、含めてです、ね、6名の、まあ、取材チームで福島第一原発のある双葉町に入られたということなんですけれどもまずあのどういったルートでどこを取材されたかというのを教えていただきたいんですけどこちらの方にちょっと地図があるんですけれども、はい、あの私たちは東京から、えー、北上しまして福島県の郡山にまず向かって でその郡山から国道288号線を、はいえー、太平洋側に向かってつまり東に向かってまっすぐ行くそのまま、えー、双葉町に達するそしてそういう道を通りました、はいまあ、あの入られたのは、えー、3月13日ということで、えー、地震から2日目になりますすよねね、うん、そうです、ね、午前中入って。で僕はあの、えー 東海村の,の JOC の事故のことを思いついて、はい、で多分規制線が張られてるだろうとでそこで母国来た人が、えー、チェックポイントでね,いるねそれ取ろうと思って行ったんですね。そうするとにずーっとねつけあの双葉町の手前何もなくてそのままずーっと入っていけたわけですよ。うんであの えっと行かれる過程でそのまあ取材だけでなくて測定器をお持ちになってまあ、ね、あの入られたですからまあ我々の目的が一つはその取材をするということと同時にそこの,あの行ったところがどのくらい汚染がしているのかということをえ知るためにねずっと入っていったんですね。う えと今もうちょっと先ほどよりもです、ねえー、寄った地図をこちらの方に見ていただきたいと思うんですけれども、えー、ここに今、丸があるのが3キロの県内なんですけれども、はい、こちらのそばまで入られてい街、ね、の,の中心街まで行ったということですね <laughs> うん、うん、で中心街に行ったと例えばあのポイントとしてはどういうところをこう計測されたんですか。 1号線行きましたら常磐線の鉄道があります、うん、この橋が落ちていたのでその撮影をしながらそこでまず測ったんですけれどもその段階で3台別々の機械を僕ら持ってったんですけれども20マイクロシーベルトまで測れる計測器が上限を超えてもうすでに計測不能に陥りたんですね。それれでこれは大変な 汚染だと言いますのは東京あたりの平均が0.03とか0.05マイクロシーベルトなんですね。だからそこから見るともう東京の平均の400倍とかっていう話なのでこの事実をまず誰かに地元の人まだ残ってるならば伝えなければということでまえ町役場町役場に次に行かれたに行ってまず報告だけしようという目的で行ったんですね。これが箸ですね落ちてる。 ただあの、この時もまだ避難してくる乗用車が5 6台あったんですよ、うん、ただ、避難かどうかは申し訳ないんですけど確認しなかったのは、うん、後で僕らはこういう車に出会ったんですね、反対方向に、町の中心に。その人たちは避難所にいて自分の家の中の荷物を取りに戻るという人たちもあったので。うん 一概にこの人たちが最後の避難なのかそれとも荷物を取りに行った人たちも含まれるのかっていうのは確認は取れてませんこれ町の役場にいく通じる道路なんですけどねあの看板が標語が出てるんですよ原子力強度の発展豊かな未来っていうねこれが、えー、双葉町の町の役場ですねが、ね、閉まっているんんでですすよ。よ。何にも張り紙がないんですよ 普通どこかどこかに避難した避難したとかなんとかってねあるでしょ。それはない。だから相当慌てて、それするもかけかかずに避難したんじゃないかなっていう感じをね、うん、受け受けましたよね、うん。これは地震があった時間だと思うんですけどね午後2時46分ですか。あそこで時計も止まってる、うん、ますね。 これが十一日ですね。だから私たちが行ったといのは四十数時間後ということになるかと思いますけど。ここは双葉町役場庁舎の前です。人は全くいません。ここらのところでスイッチを入れてみます。まず東京と同じ零点零一のところで。あのスイッチを入れると、東京では零ここの零点零一から零点この間に数字がいくはずなんです。ところここでは。すぐ振り切れてしまいました。それを十倍に設定します。 10倍でも振り切れてしまいますそれでその次に100倍に設定しました100倍でようやく9ミリレント銀10ミリレント弦<あ>これぐらいの値というのはチェノブイの取材をしててもめったに計測されない値ですあもう振り切れてる振り切れてるからこの先どこまでいってるのか分からない,からないこれ振り切れるってことはやっぱりそのとても強い,ていと強いということなんですよねはい、はい チェルノブイリの取材ではないないみたいですね。これで全部のチェルノブイリはこれで間に合うとこの機会で。うん。これ今ここの場所ですけど、さすがにここよりも近くに行こうとは思わなかったです、ね。当初はもちろんあの入れちゃったので原子力発電所も考えたんですけども、そのその以前の段階でもう要するに三人が持っている三つの計測器が全部。 あの測定不能まで強い。測定不能っていうことは、その先がどのくらい強いかが全くわからない。もうこれ以上危険。だから危険だっていう判断せざるを得ないですよね。長時間ここに滞在することが危険だという、ね。だここからとにかく、道具に逃げるということが鉄則になるよね。うん、もちろん、その三つの。 測定器どれもみんな使っている人間にとってはそれで十分足りる範囲の取材をこれ,からこれまでしてきたわけですけれどもそうするとそのその先というのはちょっとそうね想像を超えた世界なのでえっと町の総合保健,保健福祉施設です、えっと、現在、えっと、人の姿はないようなんですが相当慌てて脱出したようにも見えます。はいそうだね えー、これは病院のえっ、ー、と受付待合室があるところなんですが、えー、これ相当本当に慌てて脱出したようにも見えます。ここ診察ははい、はい、診診室検診室はい診察室でもこのメーターだと振り切れ振り切れちゃってます。だからもちろん僕僕個人は取材で見たことがないです。はい。二キロ？もう二キロ？キロえ。 いやもう数値はこれ完全に振り切れてるってことですねこれそうですそうですこれも,だからもこれだから人体に重大な影響を及ぼすとを言っていいんでしょうかいやいやもうだから何分も行っちゃいけないの<ー>何分も行っちゃいけないの僕ら自身が何分も行っちゃいけないんで本当はあのえっとちょっと物に当たらないでねも物に当たらないでねこれが積もってるからその ここに被爆がしてるっていうことが報道なされたんですけれども五感で全く感じられない感じられないっていうのが放射能であの感知器が計測器があるから分かるんですけれどもでもこの床のどこが汚染とか床に塵が積もっているのかどうかも,何も見えない見えるレベルのものじゃないので分からない。 それが一番の恐怖ですよね。やっぱり。えっと、それでですね。まあ、ここであの取材された後に、他の地もあの。えっ、ー、と、取材されてということなんですけれども、実際にあの。えっ、ー、と、計測器を持って、もうちょっと遠くの地点でも測られたということなんですけれども。うんそうですね、これ十五日、三月十五日ですね。はいはい、ええー、伊達市。ええ、築館村っていうところ、築館地区ですかね。ええー、の、えー そこでで放射線を測ったんですねここは5 0キロ以上離れてる場所なので我々も、えー、ここはまず汚染をされていないだろうというようなことだったんですけれども偶然そこでまあ食,事を食料品店でね買い物をしてじゃあここで測ってみようかということで,で測ってみたら、えー、ものすごい数が出ていてでその数字だと大体あのー。 東京の400倍から500倍ぐらいの,、ね、あの放射線が出てるというのでものすごくびっくりしたんですがマイクロシーベルトにすると50マイクロシーベルトパーアワーぐらいの、ねえー、数が出てるんですね。で広川さんの話によるとチェネルノブイリの横で測った時よりも高くなってるっていうことをそしてその後すぐにそ,のそこの商店の方にねこういうふうにこれこれこれだけ今高くなってるんだと。 いうことを話をして、できるだけ早く子どもたちがやあるいは妊婦の人がいれば遠くまで逃げた方がいいよっていう話はしたんですね、うん。で、政府はずっと30キロ圏内っていうことあのまでその時にずっと言い続けていたでしょ。うしかし実際はあのそれ以上ずっと遠くまでもうすでに。 放射能が到達している、うん、ということが分かったんですねこの50マイクロシーベルトっていう、ね、数字なんですけれども今いろんなマスメディアで、えー、じゃあその,、まああの放射能なりが、えー、直ちに健康に影響しないというような言い方もありますしその一方でやはりその退避した方がいいんじゃないかと思って自主的に退避されている方もいるんですけど森泉さんはその、えー、まあ イラクのです、ねえー、劣化ウラン弾などの、えーまあ取材されていて、えー、子どもたちの、まあ、甲状腺のがんですとか、えー、内部被曝についてお詳しいと思うんですけどす、ね、これはどういうふうに評価しよすか今ねあのこのずっとメディアで伝えてることはあのほとんど内部被曝の問題を、えー、伝えてないんですよね。でこのここ月立て地区で50キロっていうねあの地点。 でそこで400倍から500倍っていうのは、まあ、あの30キロ圏内までは汚染されてるけれども50キロ圏内汚染されてないかっていうとそれはそういうことは一,、まあ、一概に言えないんですねそれはあの風の,あの気象条件ですとか地形ですとかいうことによってね一つのこの塊は50キロまであるいはもっと遠くまでと行くかもしれない 30, 30キロ手前で落ちるかもしれないそれはその時の気象条件 でもう全然わ地形で全然変わってくるわけですよね。で、えー、とその内部被ばの問題でいえばねそういったものがあの要するに今出てる問題にされてる放射性各種っていうとセシウムやそれからヨウ、えー、素の2つの各種が問題にされてますけどそういったもう微粒子がね飛んできて放射性を出してるわけですよ。でそのの微粒粒子ってのはもうは本当に小さな粒で あの数ミクロンだとかねいうようよな大きさででで飛んでくるわけです、ね、だからスギ花粉,花粉症のあの花粉の大きさなんかよりはるかに小さい大きさのものが飛んでくる全く目に見えないでそれがあの呼吸器で体内に入れば肺が被爆するしねあるいは血液に運ばれたりするっていうでそこで、えー、到達したところで放射線を出し続けるということになってしまうわけですよね。 ですから一概にこのどれだけえ安全どこまでだったら安全なんだっていうことがあの私のずっと取材した経験から言ってねイラクなんかでの劣化ウラン弾ンの汚染の問題なんかでえ経験したことで言えば言い切れない安全だっていうことが言い切れないっていうことをあの特に強調したいっていうふうに思うんですよね。直接ね細,胞にあの細胞膜を突きつけってて侵入して そこで DNA を直接ずっと傷つけずつ続けけ続るわけですよそうすると今まあその、えー、とウランダの話がありましたけどその、えー、とつい最近チェルノルブイリで原発事故のあったですね、えー、後に取材に行かれて10日前に,おりに今日からの10日じゃなくて、はいえー、地震津波が来る10日ほど前に、えー、帰ってきたんですけれども。うん、実際こう チェルノブイリの原発事故からまあ長い25年目です。25年の月日が経っていて、はい、はい、まあそこでもなお入れない地域があるわけですけれども、今回まあその周辺を取材してみて、あのどういうふうにお感じになりましたか。まずこの地図はセシウム137に汚染された地域なんですね。で、先ほど森泉さんが説明してくださいましたように、あの工場線が チェルノブイリでいうと甲状腺がんの子どもたちが有名ですけれどもその甲状腺のがんの子どもたちの増加率というのは求まっているんですね。といいますのはその半減期が8日間くらいという非常に短いでそれの汚染地図とはだからないんですけれども、えー、おそらく25年前にはそのセシウム137があったところには要素もあったんだと思うんですけれども現在はこのセシウム137の汚染地域を、えー、が一つの地図としては分かりやすいと。 なぜならば、えー、半減期が30年くらいあるのでこの強さは、えーまあ、25年ですから半分くらいにはおおよそなっているだろうと。で今回あのチェルノブイリ原発があるチェルノブイリそれから、えー、そのチェルノブイリのある、えー、ウクライナ共和国の首都のキエフそれから国境を変えましてこの 実はチェルノブイリから1 0 0二百2 0 0百キ3 0 0も離れたところも非常に高濃度汚染があるのでこのえ汚染地帯のあるゴメリ地方のベラルーシと取材してきたんですけれどももちろんチェルノブイリの1 0キロ圏チェルノブイリ原発から1 0ロ圏3 0キロ圏はいまだに無人地帯です。と同時に今申し上げましたそこから1 0 0二百2 0 0入っているも離れている メリ地方モギリョフ地方のいくつかにも、えー、無人の村つまりいまだに入るのに政府の許可を得なければ入ってはいけない高濃度汚染地帯が今でも続いていましたそこからはだから避難民が出た人たちは村に戻れることなくそこにとあの町にとどまってるっていう状況でしたね。うん、あの今これちょうどその まあ、ウクライナとベラルーシの,その地図と日本の地図がまあ重なっているまあ距離感を見るために重ねたまあ地図になっているんですけれどもこれを見ますと、まあ、あのチェルノブイリ原発のあるところから300キロぐらいの中にもその風向きとか天候によって非常にこう汚染があの高いところがあるっていうことが言えるわけですね。 そうですねご覧のように500キロ離れているのもこれだけこの汚染地帯があるこれはもう風の流れあるいはどこで雨が降ったかということに関係するわけですけれども今現在で言えば福島の第一原原子力発電所の事故の状況というのはここまではひどくないって言っていいと思いますこれは発見していますねだからもしこのまま止められないとそうなってしまう可能性があるということを私たちは恐れてるわけですだから今冷やすのが まあこれ冷やし続けるのが何ヶ月も冷やし続けなきゃいけないんでしょうけれどもそれがその冷やし続けるっていうのがうまく成功すればこういう高濃度汚染地帯が進めないところが何百キロにもわたってっていうことは現時点でではないですあのまあ今回まあかなり本当にあの放射能の汚染の強い地域に取材されてまああのご本人自体もある種こう被爆というかされている可能性もあるわけですけれども。 なんでまたそういう危険なところに入って取材したのかっていうような問いもね一方ではあるかと思うんですけどなぜまあその早い時期にここを取材しようというふうに思われたのかちょっとそれぞれ最後にお聞きしたいんですけども、うん、森住さんから。まあそれは一つは政府がねどれだけ本当のことを言っているのかっていうことをきちっと検証する必要があるっていうことですよね。でそのためにはあの現場で、えー、放射線を測って どのくらい出てるのかということを、まあ、知らなければならないっていうことが一つありましたよね。うん、で、実際ね、あの、子供たち、小さい子供と、そういう現場、我々目撃してるわけだから。そういった子供たちは特にね、放射線敏感なわけで、年齢的にね。そういった時も、一刻も早く安全なところに、えー、避難してほしいっていう。で、そのためにも、我々は入っていく必要があって。 わけです豊田さんはいかがですかあのもちろん私はあの私も森住さんもそうですけれどもここに入れる条件つまり匂いもない、えー、放射線をはくる機械をすでにずっと普段からの取材から持っていただから測ることが可能だからすぐ行った方がいいだろうと思って。もちろんそれは、はい 僕らが行く段階ではまだ東京電力の発表のものしか発表その数字がないわけですねそれは事故を起こした本人の側なわけですねその,あの数字え発表しかないっていうことに対して極めて強い違和感を持っていたということと実は私静岡県出身なんですけどもえ静岡県にも浜岡原子力発電所中部電力ですけどもあるわけですね。 ジャーナリストの役割っていうのは残念ながら私たちはこの事故を未然に防ぐことができなかったジャーナリストの役割としても継承を発してきたつもりですけれども止められなかったならば少なくともこの今起こっている事態から私たちが学ぶとしたら次に同じ事故をさせないっていうことなんだろうなそのためには一つ事故が起こってしまうと恋だけのことになるっていうことを知ってしまった以上はそれを知らせることで少なくとも今動いている。 原子力発電所をまず止めてみて検査をしなるあるいはとりわけ浜松地原子力発電所っていうのは活断層の上にあるしまた太平洋プレートので起こる大地震の起こるところだと言われてるわけですよねもう私たちはこれで十分知ったはずなのでそのことに対してどう判断するのか。 国民的な議論を起こすためにもまず止めた上でなければこのことがいつ起こってもおかしくないということを実感していますよね。分かりましたでね、はい、最後に僕言いたいのはね1号路2号路3号路4号路ねこれが同時に今進行危機的な状況が進行してる、はい、5号路も6号路,号路もそうですよね、はい、でそういうい意味では、ね、本当に未曾有なね。 この人類史上をこうかつてないような危機的な人類の生存に関わる危機的な事態に陥ってるわけねでそこで今現場で働いてる人たちが本当にこう決死の覚悟でねみんなやってるわけですよでその人たちに数百万人の命がねかか今かかってるっていう状況なわけですよねここの間石原知事がその天罰だとというふうふなことを言ってね。 でそういう人たちが、えー、原子力を推進してきた人たちで平和だあの安全だ安全だと言い続けてここまで来たわけですよねでその人たちがそういう発言をするとで自分のこの面の上にねまたその唾があ天罰が、えー、かかってくるとでそこで現場で働いている人たちは彼らの尻拭いをさせられている。 本当に命がなんかも持てあそばれてるような、えー、ことをねずっと今感じていてとってもこのあの怒ってるというかね僕自身がそういう気持ちが強いんですよね。うん、あのお二方はこの後もまた取材にはそうですね近あかなと。 まあ今後の,あの取材もされるということでえと皆さん、ビジュアルジャーナリスト協会の方々はまあ今も入ってらっしゃる方もいますしお二、うん、方もこれから入られるということであの今後も継続的にあの私たちの「のアープラン TV」を通してですねご報告いただけるということですのでこれからもよろしくお願いいたします。よろししくくお願いいます継続的にあのご覧ください